こんにちは、みーちゅうです。久しぶりです。イエイ。今日はですね、久しぶりに買い物に行きました。やったね。で、で、まあね、私あるあるなんですけど、買い物するぞって思いながら行くと結構何ですか、私のこう欲しいっていうものに出会わないことがあるんですよね。で、だから今日も意気込んで行ったんですけど、どうかなって思いながらいろいろ見てみたら、見つけましたよ。で、こちらのワンピースです。もうなんか買った後にちょっと、まあその後いろいろやることがあって出かけてたんですけど、でそのいろいろ終えた後にちょっと着たいなと思って、私いつもそういうことしないんですけど、珍しく買ってちょっと経ってからその日のうちにタグを切って着ました。イエイ。ということで、じゃんじゃじゃーん、めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛くないですか。やばいやばい、本当に嬉しい。なんかちょっとずっとマスクしてるけど、ちょっとなんか猫みたいになってるんで、ちょっとあれなんですけど、まあいいや、マスク越しでいきましょう。はい。そう、もうなんかワンピースがなんか結局私的には無難なんですよね。1枚ペロッと着ればおしゃれに見えるし、なんかちょっといい感じだしと思ってで探してたんですけど、なんかこうラインの感じもなんかこうちょっと上品な感じもすごく素敵と思って、あ、ちなみにこちらです。私の大好きなノエラさんです。ありがとうございます。めっちゃ、まあ、なんか店員さんも優しくてですね、本当にありがたいなと思って、なんかこれと、あ、ちなみにこれ長いんですよ。私のよくある身長大丈夫かな的なあれも大丈夫でしたよ。よかった感じです。はい。なんでちょっとこれと別のもう、ワンピースもちょっと2つで悩んでたんですけど、ちょっと両方はちょっと1回置いといて、安いものじゃないんでね、ちょっととりあえず1枚だけ買って、あとはまた他のものも探しつつ、もしやっぱりワンピースが忘れられねえなと思ったらそれを買おうかなと思っております。ということで今日はそんなご報告をしたくてですね、まあ、なんか久しぶりにお店でなんか試着したりとか、ちゃんと現物見たりとかして、なんかあ、これいいわとか、あ、こっちはこうだったらよかったわとか、なんかそう思いながらちゃんと買い物ができたのが本当に久しぶりだったんで、まあ、なんかすごい痛く幸せを感じました今日。あ、これと思って、なんかこんな日々が当たり前だったんだなって思いながら、なんかありがたいなって思いました。え、なんか当たり前のことなんかないっすね、本当にありがたいです。え、なんか今日は美味しいものも食べたし、なんかいろいろ買ったし、ありがたい、幸せだ。雨が降って髪の毛はもじゃもじゃだ。ということでご報告でしたテンションが上がりすぎて嬉しすぎたので動画撮ろうと思って撮りました。イエイ。ということで、ね、これ出かけるときに着るぞ。1万9000円ちょっとでした。イエイ。ということで、ではまたみーちゅでした。ちょっとこれね、ちょっと太るとやばい感じなので、頑張ってダイエットもしながら食べるぞ。またみーちゅでした。ありがとうございます。買い物最高。ありがとう人生。